どうも、イージーサタのアームです。今回の動画は、まあ、部長と持ち上げてた通り、私も、ソロ動画を上げていこうかなって思っています。今日の動画は、ポケモンカードゲームの、まあ、要はポケカですね、の開封動画となります。やっと手に入りましたね。これは本当に、激レアに近いぐらい、まあ、とあるコンビニ、まあ、セブンなんですけど、セブンで、1パック500円であったので、2パック買ってきましたね。はい。ということで、早速開封していきましょう。あげくちゃうけどね、あげくちちょっと俺めっちゃ不器用だからさ、ハサミで開けたいと思います。5等分のショート動画みたいに、詰めて切っていきたいと思います。それでは開封していきたいと思います。俺としたことがまさかの相手まあいいや、ちょっと気を取りましてすみませんね。お、開いた。さあ行きましょう。よし、最初1枚目ゴーストパラス、トロネコ、お、ミラージュゲート、チェレンの気配り、ことぶき村、そしてオーリジンパルキラーのレアですね。あんまポジかわかんない。そして、ドーキシス、そして、ストリンダー。さあ、最後かな？最後じゃないな。ミカルゲ、パラス。さあ、そして、ゴーストああ、爆死だ。とりあえず1パック目、開封完了。とりあえず2パック目開けていきましょう。開いた開いた。そして、冷めていきましょう。ヌメラ、ヨマワル、ナエトル、さあそして、ヒスイヌメール。あの子のヒスイって、普通のヌメールしかわかりませんね、これは。そして、ロストスイーパー、こだわりベルト、そして、ヒスイ大元気、そして、ディアンシ、ドダイドス、エレブ、あら、これは、待って、2パックとも、爆死に近いな。この中で当たりって言ったら、このオリジンパルキラと、翡翠大元気ぐらいしかいないな。きっと、爆死でしたね。マジか、爆死か。うわぁ、俺の1000円が。もったいないけど。ということで、ポケカの結果は、この2体が当たりでしたね。以上です。